小袋坂。小袋坂は、神奈川県鎌倉市に存在する霧通しで鎌倉七口の一つ。小袋坂とも書く鶴岡八幡宮裏手の雪の下から山の内、現在の JR 北鎌倉駅付近を結ぶ道。東鏡には千二百二十四年、女王三年、十一月二十日開元元元元年十二月二十六日の、女王西閣4境祭りの記述があり。 その中に、いわゆる四堺は、東六浦、南小坪、西、稲村、北三内とあり、その後1235年、9月19日開元、家庭元年12月20日上の四角四堺祭では、小袋坂の地名が見える。この三内と小袋坂はこの場合は、同じ場所、内市は近辺と考えてよく、北鎌倉駅ホームから、 北側の高台に見える後の山の内の陳樹役無神社がその場所に建てられたとの伝承がある。任次年間に鎌倉幕府執権、北条康時が命じて作らせた切り士と一般に思われており、それを強いて否定すべき記録もないが、東ずま鏡1240年、炎王2年、開元、任次1年10月10日の上、及び10月19日の上に出てくるのは、 山内の道路を作らるであり、県庁寺から鶴岡八幡宮寺までの峠道であるかどうかは、明文ではない。なおその工事の事情は、これ県南の間、王冠のわいあるによってなりとある。その十年後の千二百五十年、県庁二年六月三日の城には、北条安時の孫の北条時よりの沙汰として、山内並びに、六浦人志の道路とあり、 その工事の理由として、千年山内の道路を作って、往来を容易にしたが崩れ等により、土石にうずもれてしまったので、とある。千年とは、北条康時が命じた工事、山内路については、認知元年10月であることは確実であろうが、この場合の山内は、北条康時にとっては、現在の大船五丁目の上落寺近辺の別名、別邸からであ、 工場時折にとっては山内に指定、現在の赤月院の近くからの往来であって、そのルートは現在言われる小袋坂切同士と亀ヶ谷坂切同士の二つとも該当する。鎌倉市の学者の世界では、はっきりとはわからないが、県庁寺前を通る峠道とみなして対価あるまいというレベルである。鎌倉時代末。 日田吉佐が率いる東幕軍をこの地で迎え撃ったと言われているが、この時代の戦記で比較的信用されている。梅松論では、武蔵寺は、第十六大執権、赤橋森時が、大船と深沢の間の須の先、大塚で戦い、一足も尻ぞかず自害すとあり、その後の十八日から二十二日の間、山内、小袋坂、極楽寺の霧道しイカ鎌倉中の口口、 合戦の時の声や叫び、人馬の足音しばしもやむ時なしとあるのみ出場を特定する手がかりはない。玉船和尚鎌倉記では、亀が伊坂と小袋坂が分けて書かれ、徳川光国の鎌倉日記になって、亀が伊坂を亀が谷坂、小袋坂を小袋坂と記述される。つまり、県庁寺前から峠に至る道を小袋坂を 小袋坂とした確実な文献は、江戸時代初期のものである。鎌倉の地名由来辞典、三浦勝雄編、東京道出版によると、鶴岡八幡宮の西の階段の下、今は、車のお払いをするところから左に入る工事があり、ここを西に曲がるのが、旧道の入り口である。それをまっすぐ行くと、横須賀水道トンネル、正式には、小袋坂総水管路隧道の出口があり、 その右の急坂を登ると左側に、大梅晴天社があり、そのためこの坂は、晴天坂とも言われる。その少し先には、ここがかつては、鎌倉から遠方への道であったことを物語る、高信塔や道祖神があり、現在では、これが、唯一の古道の証明となっている。その少し先から、私有地となっているため、通行不可となっているが、仮に通れたとしても先はすぐに、 断崖絶壁となる。明治40年、大森金五郎著、歴史地理大館、鎌倉、付録、鎌倉遠隔図と、明治15年陸軍参謀本部に万分一フランス式彩式地図、そして現在の国土地理位道、2万5センチ形図を比較すると、少なくとも、明治初年、おそらく、江戸時代末の小袋坂道道は小袋坂、同門、画像2番目の真上で、 明治十九年に明治政府が新たに改作した新道を現在の車道と同じ位置交わり若干蛇行しながら県庁寺前に降りている。明治四十五年から十年の間に横須賀水道がこの峠を通り横須賀水道トンネル正式には小袋坂草水管路水道が現在の道路の位置まで掘り下げられた。その時点では 晴天坂の急道はまた生きていたのではないかと思われる。その後、振動は大正12年の関東大震災で壁面の崩落に相い通行ができなくなったが、その後拡張され、車両の通行が可能となり、さらに1956年、昭和31年に拡幅工事が行われた。そして1993年、平成5年5月に落石防護施設として、 現在の吹き抜けトンネルのような、霧通しを歩いている実感を損なわれないように、アーチ状の量とし、天井開口部を大きな六角形にし、石積みの壁を作るなど雰囲気を改善した小袋坂道門が作られた。なお、小袋坂は1969年、昭和44年11月29日、国の史跡に指定されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。